あ続いては天ため、今日はこちらです。奥様方が大熱狂、世界が最も注目するアーティストとはということなんですが、増田さんはよくご存知だと思いますが、こちらの方ピさんということなんですが、本名がチョン・ジクン、愛称はジグニということなんですが、中層通称ピで、アメリカでは増田さんレインという名前で活躍しているということですね、はい、韓国ドラマフルハウスでも大人気になった。座右の銘はひたすら努力し、ひたすら耐え、ひたすら謙遜しようということで、増田さん韓国ではものすごいみたいですね。韓国だけじゃなくてもう全世界で、日本でもすごいですよ、はい、年末にそのファンミーティングみたいなイベントがありまして、うん、東京で僕司会させてもらいまして、はい、ほんで次の日に鶴瓶さんから電話かかってきまして、お前 P の司会やったらしいな、なんでですかって聞いたら、はい、鶴瓶さんの奥さんが大ファン。あ、そう、いいな。あら、まだですね、はい、世界で最も美しい人物100っていうのがアメリカのピープルしか選んでいるんですが、その中にも選ばれているという大スターなんです、私が密着してまいりました。こちらご覧ください、どうぞ。さあ久しぶりの大塚公演ということなんですけども、開演前からすごいことになってますよ。多いですね、さすがです。ピさんのどのあたりが好きなんですかね。もうそりゃ体、もうすべて、神ですよ、神。一つは生きがいですね、十二皿部屋。奥様方をここまで魅了し、その人の人生まで変えてしまうというピ様、果たしてどんなパフォーマンスを繰り広げるんでしょうか。さあ間もなく開演ということになりますが、大阪城ホール超満員ですね。あら、すごいですよ。ピ様の魅力は何といっても甘いマスクと繊細な歌声、そしてムキムキの体から繰り出される力強いダンスなんです。さらに奥様脳札のセクシービームも持っているんです。サングラスちょっとずらしただけですよ。いやいやいや、すごい。なんと今回テンは忙しい本番の直前、特別にお時間をいただきました。あ、いらっしゃいましたね。あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。どうぞ。よろしくお願いいたします。背が高いですね。あ、いや。何センチあるんですか。木が何センチですよ。185センチ。またも。すごいですね。改めましてよろしくお願いいたします。 My name is Ken Smith。 Ray です。 Ray Ken さん、よろしくお願いいたします。もうね、いい香りがするんですよね。そんな味がなんだよ。 ありがとうございます。久しぶりの大阪だと思うんですが、これまで大阪用心が積んだよ。ねえ、ねえ、そうですね。大阪はいかがですか。大阪인상이어떠세요。아오사카는늘아름다운도시인것같고요그리고저는음식을좋아해요그래서타코타코야끼타코야끼예굉장히좋아하고요오사카에있는팬여러분들은늘굉장히열정적이세요그래서너무좋고편안하게해주고네아주사랑스럽죠네そして実はピさん、去年東京で行われたファミリーミーティングでなんと天レギュラーのこの人と共演していたんです。レインさんの曲で好きな曲があるんですよ、はい、うん、9月12日って歌がね、なぬこの方って覚えてますかね。기억나세요?어이!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 12月のファンミーティング東京。ああ、そう、実は去年ですよね。ね、おいしょ毎日。結構会場笑い取ってましたかね。会場에서가지고웃음을많이손님들웃기셨어요?네아주재미있었어요素晴らしいです。フォロー。フォローが。
マスターさん、こんにちは。あ、お久しぶりです。絶対忘れちゃった。お前のね、너무반갑고네늘건강하시고これピンさんの説得力ないですよね。どうもありがとうございました。絶対忘れてる顔してましたね、今ピンさんは。これ1月の27日ですよね。もう忘れてはりますね。忘れてますね。ええ、ただでもね、まさとこのピさんにインタビューできるってなかなかないことなんですよね。すごい機会ですよ。この日もね、イベントね、はい、これオフィシャルサイト、はい、日本でオフィシャルサイト のできた時のイベントやったんですけど、はい、このホール2000人入るんですけど、はい、もちろんチケット即完売で、はい、入りきらなかった人のために横にあったホールも借りて、はい、そこ1500人、はい、そこはモニターで映像を見るだけやのに、はい、チケット即完売、すごい。だから西村さん、韓国で歌って踊れて、そして俳優演技もできるという大スターなわけなんです。あとこの甘いマスクに、はい、反してこのすっごいマッチョなんですね。すごい気な体、腹筋がね、はい、普通4つでしょ。もう4つどころじゃなくて、はい、もうオセロできるぐらいのね、忘れがすごい。若井さん、こういう体好きですよね。あら、ね、いや、認めてないですよ。若井さんも大の女好きです。ちなみに田中さん、ご存知でしたか。いやいや、僕はこんなに存じ上げなかったです。いや、やっぱ甘いマスク、あと繊細なやっぱり歌声というのが大人気ということなんですけどもね。これはでもやっぱ奥様方がなんか熱狂する理由っていうのがすごくわかるなっていう感じがするんですが、ね、韓流ファンの中でも、はい、ファンの方もすごく年齢層ちょっと低くて、そうなんですね。ほんでね、ファンの人たちの質がすごく良かったです。だからイベントもやりやすかったです。大阪城ホールもちろん超満員で、2日間ライブやったんですが、2日とも来ると言った方が多かったですね。だからもうのめり込んだらもとことん好きになっちゃうということで、林さんから見ていかがでした？いや、やっぱりその筋肉が目にいっちゃいますね。はい、はい、ちょっとぶら下がってみたいな。ぶら下がってみたい。清水さんが羨ましかった。ただ西村さん、サングラスずらしただけであの大歓声ですよ。いいですね。なんか杉亮さんみたいでした。言うてることはちょっと古いですね。今回5年ぶりの大阪ということだったんですが、またね、関西ぜひとも来てみたいという話はしていたんで、またね、期待したいと思います。さあ、続いてはこちらです。